開始早々このフェードアウト感今すごいねこれまるで負けたみたいだねえどうも僕の名前はカイカイケルいやしょうもな愛大チャンネルですということでですねえー今日から大オフシーズン開幕、はい えー、残念ながらねファーストステージに負けてしまったということで、えー、本日からねオフシーズンの動画も、えー、今シーズンもねつら、えー、いつらい野球系 YouTuber の一つのミッション、えー、オフシーズンの動画を、えー、どんどんとね公開していきたいと思いますということで、えー、オフシーズン1本目の動画が車となっております 今日ね、あの友達とちょっと予定があって、えー、ちょっとね時間、えー、割いていただいてね動画の方を撮らせていただいてるんですが、えー、記念すべき、ね、オフシーズン1本目の動画、えー、果たして大チャンネルオフシーズン何するんっていうことについてね、えー、お話ししていきたいかなと。 いう,ふうに思っておりますえー、まあ昨年、えー、それからおととしまあその3年前くらいからかなまあ僕この野球系ユーチューバーとしてデビューして、えー、まあ4年目からオフシーズン、うん、恒例行事となっているようなこともね、えー、今シーズン、えー、続けてやっていきたいかなと思ってます、はい、まず僕が一番やりたいのが、えー、やめろってオールスターズの大発表会、うんまあ、パクリなんですけどあ本家は天敵オールスターズね,ね僕の師匠 えー、ビーモレルさんがやっている企画。天敵オールスターズの、まあ、ロッテバージョン。やめろってオールスターズ。やめろってっていう感じの。えー、今年もね、まあ、だんだん決まってきちゃったんで、えー、それをね、まあ、まず恒例行事としてやっていきたいかなと。はい。そして、まあ、これももう一つね、恒例行事になるんですが、あの、視聴者投票。大チャンネルの視聴者一体、どこファンが多いんうん。 パパリななんんんすけど、はい、こんな感じで今年も、えー、モレルさんパクらしいただきますすお願いします、はい、でまあ、これはは結構僕は4回目かな今シーズンでねまあなんか、オリックスにめちゃくちゃ負けてた時、まあ、それからオリックスが連覇した時だったりとか、ば、まあ、めちゃくちゃオリックスファンの方が増えましてね、このチャンネル。まあ、モレルさんとコラボした時にね、まあ、オリックスファンの方、あの、モレルさんもめちゃくちゃ持ってますから、まあ、その方たちがね、まあ、優しい優しいオリックスファンの皆さんが登録していただいて、そ から見ていただいてるのかなっていうねそういう印象を受けてでね去年ねオリックス3連覇したんですけどロッテ1位だったんですよね去年ようやくこの千葉ロッテマリーンズの視聴者層が1位になったということで一体今年はどうなるんでしょうかだんだん予想ついてますけどね僕の中ではまあこれもね 日本シリーズ終わったぐらいからかな。はい。まあ、2024年のプレイヤー級が全て終わったところで、えー、ちょっとね、投票の方を、えー、開始していきたいかなというふうに思っております。まあ、それから、まあ、これ、恒例行事っていうわけではないですけど、やっぱストーブリーグだったりとかね、まあ、今年も、えー、FA 選手、えー、いろいろね、目玉の選手いらっしゃるということで、まあ、僕が思う、なんか FA で取った方がいい選手だったりとか、まあ、それについてのね、いろんなニュースだったりとか、まあ、ちょっとね、あの、仕事もしてる関係で、タイムリーには挙げられない 可能性まあニュースを見て終わったタイミングとかでまたいつもの常連のカラオケに行って、うん、招き猫ちゃんと一緒にその動画なんかもお届けできればなというふうに思ってます、はい、ではこんな感じでねまあここまであのパクリの説明ね、うん、ここまではパクリの説明あ今年ねやっぱりあのパクってばっかじゃダメだっていうふうにねあのさらにさらに感じておりましてね、はい、ちょっとねあのまあ大チャンネルの中の新しいこと うん、大チャンネルにしかできないことみたいなのもね、えー、やっていきたいと思ってますはい、まあ、まず1個目としてはねあこれは継続してやっていきたいんですが視聴者とのプロスピ対戦なまいこれはちょっとねあの頻度増やそうかなと思ってますコンオフに関してはやっぱいろんな方とねあのプロスピで対戦したいですし、まあ、もっとねオフシーズン暇じゃないですかみんなねだその暇な環境の中でよりね、えー、視聴者と一緒に楽しめる企画、うん、視聴者さんは基本ねあの僕らの動画を見るだけですけど もっと一緒になんかね、やって楽しみたいなと思うんで、はい。えー、このプロスピ対戦黙信なんかは、えー、増やしたいなと思ってます。はい。それプラスね、 ま、これ、まだ、あの、配信されてないからわかんないですけど、プロスピ MLB みたいなやつ ?MLB スピリッツなんかもね、あの、今年、スマホゲームとして新たにね、あの、配信されるということで、もしここになんか、その、プロスピ的な、リアルタイム対戦があったら、なんか、プロスピとそれもなんか、並行で、あの、やっていきたいかなっていうね、はい、そういうのも思ってます。はい、とにかく、視聴者のみんなと、え、楽しめる企画、やっていきたいと思ってます。で、それからですね、 今シーズン大チャンネルが上げたショート動画ここまで1本、うん、1本だけですこの成績は何年の誰だっていうやつ、うん、1本だけ、はいまあ、それもねその動画に関してもあのちょっとシリーズ化して復活させようかなっていうふうにも思ってましてもう僕ちょっとやりたいことがあってね ま、それはショート動画であげるわ。はい。お楽しみにしておいてください。結論から言っちゃうと、まあ、歌う系です。うん。歌う系のショート動画をね、えー、ちょっと公開していきたいかなって思ってるところと、あとね、あの、先ほど、あの、視聴者投票の、あの、人気球団ランキングみたいなやつをね、あの、公開しますというふうに言ったんですが、その視聴者投票っていうところもね、えー、皆さん参加型ですから、そちらもちょっと増やそうかなと思ってまして、まあ、まず一個やろうって決めてるのが、大チャンネル視聴者は、 誰推しが一番多いんだ選手権、これはまずね、あのロッテは絶対やろうというふうに思ってます。で、あの視聴者の球団ランキング投票と並行して、なんか人気球団がね、分かる結果分かると思うんですけど、それによっては、その球団の投票なんかも、もしかしたらやるかもしれない。 はい。ということで、まあ結論から言いますと皆様たくさんのご投票お待ちしてますということです。という感じでね、今年のオフシーズン、さらにさらにね、皆さんを楽しませるような動画投稿をね、していきたいと思ってますんで、当然シーズン中よりは頻度は減ります。これはもう絶対。まあただできるだけね、オフシーズン、マージャンバッカーだけじゃなくてね、いろんな動画を通して、このオフシーズンもね、頑張っていきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。長げな、オフシーズン。 こっからなげねまあオフシーズンの中にもねいろいろ今年に関してはプレミア12があったりとかいろんなインフルエンサーの方いますけどその方々のねいろんなイベントに行ったりとか、えー、そんな感じの動画もねおそらく共有できるんじゃないかなと思いますんで、はいえー、このオフシーズンも、えー、できるだけ楽しんでいきたいなと思います。はい あのプレミアも当然ね、あの行きますし、はい行く予定でありますし、あとああ、あの先日、あのアコちゃんがね、あの応援歌ライブ、うん、みたいなやつ、あの成瀬モカちゃんと一緒になんかね、コラボしてやりますので、キム・ルームさんとかもね、あの出るイベントがあるんですけど、あのそれも俺行くから。 はい、絶対行くからこれ、うん、はいそんな感じでねこのオフシーズンも、まあ、結構イベント盛りだくさん、まあ、それから、まあ、大体のねスタイルなんかもね大チャンネル決まってきてますんで、えー、そちらを、えー、今年、えー、乗り越えてみんなで乗り越えて。 まあ当然、和室界隈でね、い、え、ろ、ー、んな企画なんかもね、えー、撮ろうっていう話はしてるんで、撮ろうっていう話をしてるだけで、えー、何にも打ち合わせも何にもしてない。うん、あの企画も何にも決まってない。一本も決まってない。はい、まあこれは後々ね、えー、和室界隈でいろいろ話しながら、えー、オフシーズンも、えー、和室界隈楽しんでいきたいと思います。はい、という感じで、長い長いオフシーズンですが、どうか皆様、お付き合いのほどよろしくお願いします。 マジで投げ